帰ります。行きはここから来たんですけど、帰りはこの函館から青森市へ一本行きます。 3,4 時間かかるそうです。外部デッキ出れない。せっかくちょっと外楽しみだったんですけど、函館さよなら。今日は1月26日の平日の水曜日、全然人がいませんなのでね、一人一部屋使えるみたいな状況です。でなんだかんだ函館に1ヶ月ぐらいいたんじゃないかなお正月頃函館着いたのに、まあね、しばらくいました。でいろいろとちょっとやりたいことがあったので、そちらばっかりになってて、もう YouTube のことすっかり忘れていたような、そんな状況でした。ということで、もう僕は北海道を出てしまいました。さよなら北海道いろいろとお世話になりましたよ。もうということで、また北海道来た時はなんか動画撮りたいなと思います。次来る時はもう絶対冬じゃなく夏にそれではありがとうございました。さよなら。